前田のジャンクロスヘッドとペケイト山本です。さあ、メガネトリオでございますけども、引き続きましてやっていきましょう。はい、ちょっとね、気になっていることがあって、うん、あの時代劇とかにたまに映るすごい農家の貧しいご家庭、ご飯が食べられない、雑穀を食べている。でも私たちの時代になると五穀米とかちょっと健康志向でみんな食べるようになってきてるじゃないですか。はい、五穀米の作り方って米にその雑穀を混ぜて作るでしょ、うん、でも昔の農家の人は米がないわけだから、うん、ということで私用意しました、15穀米雑穀米のね、これコープさんでございます。はい、買ってきました。これを米を使わずにこのまま炊こうと、雑穀だけで、雑穀だけで、なんか相当まずいみたいな表現をねしてるじゃん、これだけでっていうと、う、ね、うん、だから本当にそんなにまずいのか、ヨウタの料理より本当にそんなにまずいのか確かめたいと、そういうところですよね。じゃあちょっとこれ開けて、はい、あ、小分けになってね、まあまあまあね、これ1号炊けた部分でしょ。いや、みんな言うから2号ぐらい炊いておく。なんせもう一袋買ってきちゃった水はさ、お米の分量でいいわけよ、しかわかんないわ昔の農家の人に知り合いないし、いたとしても会話できないし、もうこれでもうこれで相当、これでね、たぶん800円ぐらい。高いな。あ、でも香ばしくてなんかごまっぽい匂いが強いな。なんかこういう感じにシャーってしたらいいんちゃうかな、つまりだったら見えないまあ、こういうことですよ、要するに、うん、はい、これをじゃあここに、これね、洗わなくていいらしいから、うん、あ、そうなの、うん、3合分、普通の3合の水で炊いてみましょうか。はい、じゃあ、これから炊いてみますんで、出来上がりをお待ちください。炊き上がりましたので炊飯器を開けてみますねいきますよ、オープン。なんか炊けてはいる。何これ、黒いね。黒いね、ちょっと混ぜてみて。はいよ、いくよ全部赤紫、食べてみましょう。いただきますよ、いただきましょう。これでもあれだね、白米にバランスよく混ぜたら美味しい。そうだね、うん、そういう商品でしょでも全然食べられないわけでは、うん、思ってたよりもちもち感がある、うん、あ、食える食える、普通にもう食えてる。そうか、今度じゃあ1種類ずつでやってみる。1種類ずつ、泡だけとか冷えだけ、冷えだけとか麦だけいや、ありだね、ありあり、もし興味があるようでしたら炊いていただければ。もうちょっと水少なくてもいいのかな。あ、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。